はい、それでは今から面接を始めたいと思います。まずはじめに簡単に自己紹介をお願いします。はい、受験番号1番清佐国際高等学校から参りました浜崎翔太郎です。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では当校を志望した理由をお聞かせください。はい、私は将来自然やその産物を世界中の人に広めることで国際平和を実現したいと考えています。そのために私が本校の国際経営学部ではなければならないと考えた理由は3つあります。1つ目は経営学の基礎を学びたいからです。2つ目は語学力に磨きをかけたいからです。3つ目は多様な視点を身につけたいからです。はい、わかりました。ありがとうございます。浜崎さんは将来起業されたいということなんですけれども、もう少しその具体的な起業の内容について聞かせてもらえますか？はい、私はこれまで父と一緒にいろんな海や山の自然素材を集めてきました。しかし私の周りの人たちがそういったことについてあまり知らないということに気づき、もっと多くの人に知ってもらいたいと考えるようになりました。例えばこれはモダマといってアフリカ原産の木の種です。ジャックと豆の木のモチーフにもなっています。私はこういった天然素材を世界中の人に広めていきたいと考えています。ああ、それは非常に面白いですね。具体的には、APU で、こういった経営学の科目を学んでみたいといったものはありますか？はい、私は APU で国際マーケティング論やアントレプレーナーシップを履修したいと考えています。あと語学力にも磨きをかけたいということだったんですけれども、留学とかはお考えですか？はい、例えばどの国に行きたいとかっていう希望はありますか？私はこれまで英語が大好きで英語の勉強をしてきたので、さらにこの英語を伸ばすために英語圏の国に留学したいと思っています。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。